ポン菓子ポン菓子イベントにおけるポン菓子の実演イベントにおけるポン菓子の実演ジャイアントコーン、人参と印刷されたポリプロピレン包装品、ポンセンベいポン菓子、ドン菓子とは、米などの穀物に圧力をかけた後に一気に解放することによって膨らませた、防火食品、ダカシの一種である。ポン菓子はポンポン菓子、パンパン菓子、パンパン豆とも、単にポンや、ドン、または、 その出来上がった時の破裂音から爆弾と呼ばれることもある。専門用語ではスナック菓子の一部とともに、防火食品と称されるものの一種である。特に米で作った防火米は、地方や年齢層によって、爆弾、米和ぜポンハゼ、ポン豆、パッカン、ポッカン、パン豆、タン豆、パフ、パットライス、パフライス、ポップライスなど様々な名前で呼ばれている。 国類膨張器と呼ばれる製造機械を使用し、その回転式登場の圧力釜に生の米などを入れ蓋をして密閉し、釜ごと回転させながら加熱する。釜の中が十分加圧されたら、圧力釜のバルブをハンマーで叩いて蓋を開放し、一気に減圧する。この時、原料内部の水分が急激に膨張し、激しい爆裂音を伴いな。このため、 専用の工場以外では、機械に受けようの網かごを取り付けてから蓋を開放する必要がある。この際に発生する音から、ポンカシ、または、ドンカシと呼ばれるようになった。この防火と称される過程で、米の場合には、元の10倍程度にまで体積が膨らみ、サクサクと軽い食感の菓子になる。形状は原料をそのまま大きくした形で、味や食感は、 シリアル食品に禁じしている。通常はこれに煮立てた砂糖蜜を絡めたり粉砂糖などをまぶして甘みをつけて食べる。あらかじめ米に食紅をつけておくことにより赤いポン菓子を作ることもできる。使用する米については米の含水量の関係で新米よりも米や米を使用した方が食感や味に優れたものができるとされる。防火の製法による食品としては 他にも厚みのある丸い鉄の型に生米を入れ、型に蓋をして、火で炙り数秒加圧し、蓋を外して減圧することで、煎餅状に膨らませる、ポンせんべいというものもある。1901年、ミネソタ大学の研究者だった、アレクサンダー・ピアース・アンダーソンが、穀物の研究中、米が膨化することを発見した。米を、 試験管に入れオーブンで熱する工程で、誤って試験管に蓋をしてしまい、試験管を破裂させてしまったことにより、ガラスの破片の中から発見された。アンダーソンは特許を取得し、クエーカー大津ー社と手を組み、同社の研究所で様々なものが膨らむかどうかの実験を行った。その後、米のポン菓子をパフライスとして売り出した。1904年に、 セントルイス万国博覧会で新中製の大砲でパフライスを作る派手なデモンストレーションを行って注目を集め大衆に広く認知されたちまち大人気となり広まった大正から昭和中期頃までは定番の歌手として子供に人気があった行商の業者は地域を巡回して露店の形で販売したほか専用の加工工場で作られたものはポリ袋に 詰められて販売されていたが、湿気に弱いことと出来立ての方が格段に、香ばしさが良いことなどの理由もあって、巡回の業者が販売するものが好まれた。巡回業者が、子供が集まる広場や、自社で開かれる、定期誌などに、ポン菓子製造用の器具を持ってきて、目の前で作ってみせるということがよく行われていた。しかし、次第にその数を減らし現在ではポン菓子の製造を見る。 ことは珍しいものになった。日本陸軍においては携帯用の洋食として、膨張精米を小金形状に押し固め、副食品と包装した、圧作香料が開発、採用されていた。主食の材料は後に玄米7割、当正大麦3割の混合、または大麦10割に変更され、圧作形状も麻雀牌大の一口サイズとなっている。圧作香料は、 輸入小麦に頼る乾パンを置き換える目的も持っていたが実際には両者が並行して生産されることとなった。メディアを再生する日本が統治していた台湾、朝鮮半島、中国東北部にも持ち込まれて広まった。台湾、中国では米港などと称して地方の自由市場などで今でも製造している様子を見ることができる。ン菓子自体はスーパーマーケットや コンビニエンスストアなどで現在でも袋入りで販売されている。粒が分離した状態のものと粒に水飴などを絡めておこし状に固めたものなどがある。また米のポンカシにチョコレートをまぶしたものはライスチョコ、大麦のポンカシにチョコレートをまぶしたものは麦チョコと呼ばれ、やはりスーパーなどで多く販売されている。チョコレートが主体で中に 米のポン菓子を細かく砕いたものを混ぜ込んだチョコレート菓子もある。他にもコーヒー風味や稀に酒のつまみ菓子として一味唐辛子や七味唐辛子などをまぶした商品もある。ポン菓子を赤色や大色などに着色したセロファンで作った塩水系の袋に入れて販売されているだ菓子はその形状から人参と呼ばれる。現在はセロファンではなく印刷された。 ポリプロピレンフィルムの袋で包まれている。愛媛県東予地方では、引き出物の定番である。米国店の店頭に、パン豆加工賜りますの看板が存在する。香川県中西部地方の、おいりも東予地方で引き出物になることがあり、混同されがちだが、別種の歌子である。沖縄県ではわちゃ、グミと呼ばれ、球場に固めた状態で市販されている。 北米やヨーロッパでは溶かしたマシュマロで固めたものがポピュラーで大手メーカーから個包装のスナック菓子として販売されている。またシリアルとして市販されているライスクリスプを用いて家庭でも作られる。国類膨張機とはこのポン菓子を製造する際に主に用いられる機械である。回転式登場の圧力釜を LP ガスの炎か電熱装置で加熱し、 上述した製法で製造する。現在使用されているものの加熱方法には、電気式とガス式があり、小型のものを別とすれば、圧力釜は電動モーターで回転する様になっているものが多い。また広島型と九州型とがあり、広島型がカシノで、木が良いが効果であり、現在で回っているものの多くは九州型である。この装置でポンカシが製造できるが、 この装置がポンカシを製造するときに発生させる爆発音はあまりにも大きい。現在のようなメカニズムの国類膨張器の由来については大きく分けて2つの説があり、1900年頃のアメリカで開発されたという説と第一次世界大戦の敗戦による食糧難にあえいでいた1920年頃のドイツで開発されたという説がある。ドイツの説では当初は 廃線により不要となった大砲の方針を流用していたという話もある。この機械が日本で普及した背景にも食糧難という事情があり、第二次世界大戦中、配給品となっていた泡などの雑穀を加工する手法として用いられたのが最初という。国類膨張器では米や泡の他にも麦、トウモロコシマカロニ等のでんぷん質のもの、他にも、 茶葉などを加工することも可能である。また、国類膨張器と同様の機構を使用した電動式焼きぐり機も存在する。以下にあげるようなものは、ポンカシに加工可能な原料である。以下にあげるようなものは、ポンカシに加工不向きな原料である。ありがとうございます。